ップなんです、はい、さあ今回はですね、はい、まあ前もやりましたけども、うん、節分、節分来ましたまた、うん、2020年と2016年のやつを、流しました。安倍家の節分 ね、 ね、まあ、我が子 の、 この成長記録として取ってるんですけども、はい、うん、まあ、前回のね、はい、2016年は、うん、長男が5歳、次男が2歳で、まあ、もう次男なんかも全く喋らなかったという。そうだったね、うん、ね、長男らしくね、うん、ちゃんとこう次男を守るっていうね、はい、ただもう滑舌はすごい悪くってね、5歳の滑舌ね、うん、5歳の滑舌、はい、その1年後のそうなんですやつを今日は2017年の節分をお送りします。どう成長してますかね。そうなんですね。タスケは喋るようになったんでしょうかね。3歳になりましたから、うん、1年ってやっぱね大きいから、子供の1年は凄まじい成長、成長早いからね。そうなのよ。どうなってますでしょうかね、はい、そして、うん、その去年その2015年には、はい、お腹の中にいた、3人目のあずきちゃんも生まれて、はい、ちょっと映ってはいないんですね、あのお母さんがカメラ回しながら抱っこしてて、映ってはいないですけど、はい、もうちょっと生まれたというね。だから助けもお兄ちゃんになったという。なるほど、うん、初めての節分です。さあお兄ちゃんぶり、うん、見せられるんでしょうか、はい、それではご覧ください、はい、どうぞ。来た、誰だ、助け、あれは出たー、クマウケー、助け、あれは出たー、クマウケー、あれは出たー、クマウケー、あれは出たー、帰れー、あれは出たとかあげてます。ああ、そうか。じゃあ
じいちゃんに手を合わせていくな。よし、ありがとうございます。はい、よし、じゃあな。はい、というわけで、いやうん、助け、自分の名前とかちゃんと言えるようにはなってたね。そうですね、喋、うん、られるようにはなりましたけども、なりましたし、藤丸ですよ。藤丸ね、藤丸がもう本当なんかね、成長してたね。そうですね、成長しててさ、もう鬼浅田深内がもう、その前年度より もう強くなってたね。あ、そうですか。もう目ランランで、鬼浅田深内もう目ランランで、はい、ありがとう。もうあれはもうランラン躊躇なく鉄パイプで人を殴れる名刺だった。ありがとうだ。ガーシュ。いやいやいや、そんな感じではないでしょ。いや、そんな感じでした、目は。いや、もうそれはもう鬼来てるから極限状態なのよ。極限状態だけど、うん、ほんでそのごめんなさいごめんなさいって言いながら行動と言ってることが伴ってないっていうね。しっかり攻撃してたし、うん、でも夜遅くまで起きてることあるよ。ちゃんと寝てる時があります。いやいやいや、逆だから。そうです、ちゃんと寝てない時があるけど、たまにあるけど直しますだったらいいんだけど、ちゃんと寝てる時があります。そう、あ、たまに早く寝ることがあります。365日の何日かをこう取って、うん、はい、やってますって言ってるみたいな。はい、ちゃんと寝ます、はい、みたいな。ごめんなさい。平気でもうプライドも何もなく平気で嘘をつける、嘘をつくことを覚えた。これからちゃんとさ、しまーす。ちゃんと寝るんだね。ごめんなさい。いや、嘘でしょ。助かりたいしね、連れ去られたくないから。もうすごいね、すごい。ちゃんとちゃんとのちゃんと。ごめんなさい、ごめんなさい。ちゃんとちゃんとのちゃんとしまーす。ちゃんとちゃんとのちゃんと、ありがとうございます。急に礼儀正しい、頑張れよ。はい、よし、ありがとうございます。ありがとうございます。小学生になるからね。で、タスケもあのちょっとこう質問に対して答えられるようになってきた、うん、まだまだ逃げ惑ってたけどね、うんうん、3歳まずい、これはまずいみたいな。ね、藤丸なりに、藤丸のフォロー、こんな嘘ついたら連れ去られるみたいな。まだこれができないんで。お前何歳だ。3歳、まだ2だぞ。違う、3歳です。まだこれはできないの。3歳か、2しかできないんです。お前は何歳だ。6歳です。ね、しっかりしてるじゃん。でもね、ね、もう2月だから、うん、4月から小学生になるという年だから、うん、小学生前に ね、しっかりしてたなと。ほんで毎回写真撮ろうとするじゃん、うん、写真撮ります。写真、はい、ほんでそれはもう受け入れるんだ。今日の日を忘れないようにって言って写真撮るんですよ。でね、ちゃんとあの気づきました。この年から、うん、鬼が、うん、虎のパンツ履き出したんですよ。お、そうだね、うん、2016年は履いてなかった。履いてなかった。で、履いてたの、うん、で、あ、これあの映像では残ってないんだけど、うん、写真撮るぞって言って、うん、で、藤丸とこう横で撮ったの、うん、そしたら藤丸が鬼の横来て、うん、かっこいい。トラガラのパンツ見て、うん、かっこいいって一言言ったんだ、実は、うん、そうなんだ、ボソッと。ボソッと変化にも気づいてね、鬼の変化にもね。なるほど、去年の鬼と違うって違うっていう。で、ここからですよ、うん、タスケがどん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 成長していくという。なるほど、2018年、うん、19年、うん、もあるわけでしょ。そうです、それも楽しみですね。はい、うん、というわけで今回はここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。